装飾音符について少し説明したいと思います。いろんなオルガン奏者を聞くと装飾音符がいろいろ使われていると思うんですけれども、例えばメロディー、そしてソロ、アドリブですね。そういう時にいろいろ使われていると思うんですけれども、まずは装飾音符について少し説明したいと思います。よく一般的に装飾音符というと、こう指で1、2、3というような形やですね、例えばこのように2、3など使ってですね、今のように装飾音符をつけることが多いと思うんですけれども、実際にですね、ジミー・スミスやジミー・マグリフ、ジャック・マクダフ、その他素晴らしいオルガニストをいろいろ聞くと、意外にそのように装飾音符をつけてないことが多いと思います。最近ではいろいろビデオが見れるようになったので、どのように演奏しているかということを観察できるんですけれども、例えば彼らのようなオルガニストがですね、装飾音符をつけるときは基本的にはスライドをする、このようにですね、そして2の指でも3の指でもですね、いろんな指でこうスライドするケースがあると思うんですけれども、あとですね、よくジミー・スミスなんか見るとですね、例えばスライドしてその後最終的な音に着地する、例えばこのようにですね、このような感じでやるケースがよく見られます。まあ、見ることもできるし、ビデオとかですね、もしくはあとはレコーディングとか聞くとそのようになっていることが多いと思います。でコツなんですけれども、装飾音符というのは、まあ、僕個人の意見としてはですね、多用すると少しかっこ悪い方向に行くのではないかなと思います。なのであくまでも装飾音符というのはですね、料理で言うと砂糖と塩、
分量が適度に多すぎず、もしくは少なすぎず、まあ少ない方でも別にいいんですけども、少なすぎずっていう風にするのが適度な感じが一番いいんじゃないかと思います。例えば今回の酒とバラの日々のテーマなんですけれども、このように装飾音符を私はつけるんですけれども、例えばですね、このように多用するとやはりちょっと多いような気がするんです。そしてあまりかっこよくない方向に行くような気がするんです。で、例えばそれを、まあ、スライド式ですね、この最後のスライドの時にこのようにゆっくり少しやってみたんですけれども、このようにですね、一概にスライドするといってもすぐスライドする方法、少し間を置いてスライドする、そのような感じでいろんなニュアンスができると思います。このような感じでですね、でこういうようなフレーズができるとですね、例えばスライドしながらこうブルースフレーズを下るようなやり方ですね、こういうフレーズジミー・スミスでもよくあるんですけれども、このようなフレーズはですね、やはり指弾きです装飾音符をつけるとこういうフレーズは弾けないので、やっぱりスライドが必要になってくると思います。で、そのジミー・マグリフなんかですね、例えばこういうような感じで装飾音符をつけるやり方もあります。この場合は今指弾きしましたけれども、指弾きしてもすぐってやらずにですね、このような感じでやることもできます。またはスライド方式でやるとこのような感じでできると思います。なので一概に装飾音符の付け方といってもいろんな付け方やニュアンスがあってですね、また複数音の時に装飾音符つけるとき、例えばこういうやつですとか、例えばジミー・スミスなんかも、まあ、こういうようなフレーズがあるんですけれども、そういう時もやはりスライドする方式でないと指弾きではどうしても難しいと思うので、スライドしてこのような感じで装飾音符をつけるとうまくフレーズができると思います。なのでどんな時に装飾音符をつけるか、どのようなメロディーフレーズに装飾音符をつけるか、どのような感じもしくはどれぐらいの量装飾音符をつけるかっていうことを考えると、よりジミー・スミスやジャック・マクダフなどですね、ああいう感じの奏者のニュアンスが出しやすいと思います。例えば少しソロでやってみると、このような感じで装飾音符をつけてより黒いような感じですね、昔のオルガニストのあのようなニュアンスを出すことができると思いますので、少しいろいろとですね考えながら、ここで装飾音符をつけた方がかっこいいとかですね、この方がいいなとかいう感じで考えながらやってみるといいと思います。闇雲に例えばみたいな感じでやるとですね、やはり音楽自体、まあ、メロディーとかですね、そういう感じでも崩しかねないので、どのようにどのような場合でこう装飾音符をつけていくかっていうのがコツかと思います。いろいろと試してみてください。